はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日お伺いするお店、もう僕の後ろにねちらっと見えてんだけど、パンチョさんでございます。僕の動画ではご無沙汰ですね。こちらのパンチョさんはナポリタンとか、ま、パスタ系だね、スタミナがっつりのような量の多いパスタを提供しているお店なんですけれども、本日訪れているこの後ろの相模原店さんは、通常パンチョさんで提供しているメニューとはちょっと違うみたいでして、もちろんここら辺のパスタ系のメニューをはじめとして、ご飯物のプレートだったりとか、あとは定食やグラタン、他の店舗では見られないようなメニューが提供されてるんですよ。なので本日はこちらの相模原店さんで1万円企画をやっていこうと思います。いやー、1万円企画久々でございますね。ちょっとね、最近全然こういう企画やってないので、大変だったか楽しかったか、ちょっとねもう記憶が定かではないんですけれども、できる限りですねこの美味しそうなメニューを楽しんでね食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、パンチョさんの店内に入ってまいりました。もうね、ちょっと店舗のこのテーブルの上に並べられてるメニュー表から全然違うんだけど、こんな感じでさ、1ページ目からプレートなのよ。こんなパンチョさん見たことない。普段でもパスタの種類が多いから悩むんだけど、こんだけあるとめちゃくちゃ悩むね。こういう企画だと量と値段比率がね一番コスパいいものを選びたいんだけど、基本的にどのメニューも1000円いくかいかないかぐらいで、全部もちろん量もしっかりあるんで逃げ道はないわな早速ではございますけど、ここからね注文して1万円を目指したいと思います。ナポリタンの台を一つとチキチキプレートを一つ、ミニサラダと味噌汁のセットをお願いしてよろしいですか。それでお願いします。パスタだと一番でかいのが超っていうサイズなんだけど、チャンネル的によ、まあ、大食いだからさ、これをね頼むべきなのは分かってる。ただ台で 500g、 超で1キロあるらしいんですよ、麺が。この後のことを考えると、通常だったらお財布的にはコスパめちゃくちゃいいんだけど、胃袋のコスパ的には良くないので、ひよってね台にしてしまいました。いやもう今回はねこれチャレンジ達成することが大事ですから、とりあえずね料理が来るまでもう少々待ちたいと思います。ということで第1陣で揃ったんですけれども、これ第1陣がねナポリタンとチキチキプレートプラスサラダと味噌汁のセットを注文させていただきました。ではですね、早速パンチョさんいただきたいと思います。ひとまずベジファーストでサラダからかな。卓上に何種類かこうドレッシングとかもあるんだけど、まあ、この普通のドレッシングにしますか。よっしゃ、いただきます。やっぱりさ、がっつり系のメニュー食べるときってサラダさっぱりしていいね。こういうのに後半助けられそうだわ。じゃあこの辺りでパスタいっちゃいますか。めちゃくちゃうまそうでしょ。うーわやっぱパンチョさんのナポリタンうまっ。ちょっとねペチャッとするぐらいケチャップがしっかり使われてて、でこのパンチョさん独特のね太麺ですよ、たまらんね。この麺だけで 500g あるらしいから、ソースとか具材ちょこちょこ合わせたら600ぐらいはありそうだね。1オーダーで 2,3000円前後で注文してるので、これを3周って考えたらやばいかも。そしたらね、ちょっとこちらのチキチキプレートもいただいてみますか。お米自体はガーリックライスになってるそうで、このチキンがまたでかいのよね。米類でもめちゃくちゃボリュームあるわ。いただきます。あ、うまっ、うまっ、すげえガーリック効いてるわ。パンチあって進んじゃうねこれ。うまっ。お待たせいたしました、こちら唐揚げ皿です。ちょっとね追加で注文した唐揚げも到着しました。やっぱりねパンチョさんだから、普通のこのファミレスとかで1万円企画をやるのと違って、メニューにいわゆるさっぱりとして量の少ない逃げられるようなメニューは1個もないのよ。この企画は大食いじゃないと無理。
ただいまですね、チキチキプレートを完食させていただきました。結構お腹いっぱいですよ。そしたらこの辺りでですね、ナポリタンにはおすすめというこの粉チーズかけていきましょう。これはもう絶対うまいですね。せっかくなんでね、これタバスコをかけていきますか。やっぱタバスコはね、辛味だけじゃなくて酸味もあってすっきりするんでね、チーズだけだともったいとしちゃうんで、そこのね味の調整していきます。うん、あ、これだこれだ。次のメニューもね到着しちゃった。期間限定のナポタマというメニューにカニクリームコロッケを2つにポテサラを追加させていただきました。伸びちゃうといけないんでね、ナポリタンをスッと食べちゃいましょう。うん、ということでただいまナポリタン完食しました。そしたらね、皆さんに最大の見せ場をお見せいたしましょう。ナポタマの卵黄を、いや、一番今日で多分うまい映像だと思うわこれ。ナポリタンとカルボナーラ合わさったメニューらしいですね。ただでさえがっつりだけど、よりがっつりってことだ。いただきます。味はめちゃくちゃ美味しい。ただ皆さんも食べるときはね、やけどだけ注意してね。うまっ。ちょっと冷めるの待つためにも唐揚げ食べていくか。この唐揚げはビール飲みたくなるね。たまんないね。苦手な生パセリもいますか。これもね、もちろん商品メニューの一部なので、いただきます。唐揚げと一緒なら大丈夫。大丈夫。これ最後ですね。今までもね、何度かパンチョさんでデカ盛りのパスタいただいたことあるんだけど、どのメニューもね、味付けががっつりしっかりされてるので、実際にね食べてる量よりも満腹度が来るのよね。やばい。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまですね、こちらデミグラスオムライスも到着いたしました。こちらのねご飯には先ほどチキチキプレートでいただいたガーリックライスが使用されております。ちょっとさ、現時点でこれが全部食べきったらいくらになるのか計算してみますか。皆さん、衝撃的事実が分かりました。動画ではね上に出てると思うんだけど、まだ5000円ぐらいじゃね。あ、待って、でもトッピング加えてないから6000円いってないぐらいか。コスパ良すぎ。これでもまだ半分って全然ギブアップの確率あるぞ。やべえ。ちょっと大好きなカニクリームコロッケ食べてパワー補給します。うまっ。いや、大食いだからってダイエット頼んだらダメだな。麺量を減らしてでも値段の割合増やしていかないと、とてもじゃないけど1万円いかないわこれ。はい、ただいまナポタマとお味噌汁サラダのセットは完食でございます。ちょっとさ、デミオムライス行く前にこの辺りで甘いもん注文して一回休憩させてください。今デザート注文して頼んだ分でようやく7000円ちょいぐらいだね。スイーツ攻撃できつくなったら攻めるしかないか。コーヒーゼリーひたすら食うみたいなね。しょうがない、許してください。それはそれもいただきます。このデミ好きかも。
ほろ苦いデミグラスソースと卵のねまろやかさ、そこにそのご飯のガーリックライスだとガツッとした一味のアクセントが加わってて、うまいですね。うん、うまっ。ありがとうございます。もうこれね、さすがに我慢できないんでノンアル注文しちゃいました。皆様、この辺りで乾杯と。これ水分とか炭酸はさ、後々効いてくるのは分かってるのよ。分かってるんだけど、気持ちがリフレッシュされるわ。うん。コーヒーゼリー3つね、コスパいいかなと思って頼んだんだけど、全てにアイスクリームが乗ってるね。冷たいアイスって大食いにはきつかったりするので、わかりました。こちらのお店ですね、大食い企画をする際に逃げ道となるメニューはございません。あのね、多分なんだけど、今僕が食べた量2キロどころじゃない。お腹の具合で言ったら絶対3はいってる。ここら辺からね、一気にきつくなってくるやつだね。うん、うん、それでもう、あの、追加しないといけないの分かってないけど、追加する勇気がない。とりあえず食べてから考えるか。うん、あ、ここに来たのでもアイス美味しいな。甘いアイスとほろ苦いこのコーヒーゼリーね、最高だわ。うまっ。いや、今1個目終わったけど、2個目、こうなってくると逆にあったかいものが欲しくなってくるね。うん、まあ、あれだな、ちょっと置いといてあえてソフトクリームを溶かす作戦いきましょう。あ、あります。今デザートにシフォンケーキが来ました。溶ける前にちょっと食べていきましょう。生クリームとソフトと一緒。うわ、うまそう。フォーク入れただけでわかるこの表面のカリカリ感、このスイーツはやばいかも。ちょっといただきます。うわ、ここに来てこんなうまいの来る。うまっ。これあれだな、もしファミリーとかで食べに来たとしても5000円あれば全員お腹いっぱいになるわ。うん、うん、うん、あとコーヒーゼリー、うん、うん、はい。そしたらオールフリーも飲んじゃって、一旦手元にあるのはコーヒーゼリーのみですね。いや、これ最初から最初のパスタもミニとかで頼んで品数多くしてたら量減るし金額は増えるしで、もうちょっと楽勝だった気がするな。うん、はい、コーヒーゼリーですね、3つ完食でございます。そしたらね、ミートソース、これミニサイズ2つきました。カニクリームクロッケもなっております。さっきのさ、この大サイズ見てからこのミニサイズ、お子様サイズに見えるけどちゃんと 200g ありますからね。ちょっと麺が固まってしまうので先にですね、これ麺だけソースあえちゃいましょうか。ありがとうございます。ですね、ただいまですね、スタミナカレーも到着いたしました。ミニサイズなんですけれども、おい普段ね、こういったいろんな品をいただくような企画、まあラーメン屋さんとかであっても、ベルトとかジーパーのね、ボタンチャックを緩めることってなかなかないんですけど、今回ですね、デカ盛りの時、チャレンジメニューの時同様に腰回りは全開でございます。やばい。ナポリタンと違ってこのお肉のコクがあってさ、マイルドで、これはこれでうまいね。
うん、うん、あとパスタ一皿とカレー食べて最後に頼んだねスイーツを食えば企画達成だ。マジでね、普通のカレーにすればよかった。このスタミナのお肉が乗ってるカレーやばいかもしんない。ゴール目前になって急にきつくなってきた。行くぞ。ここマジでね、この一口運ぶのが躊躇するレベルで苦しい。ありがとうございます。ああ、私このシフォンケーキに行きたいんだけど、このスタミナカレーのね、このお肉はガツンとニンニク入れて腹いっぱいで、この香りがきっちりわ。なんとかですね、めちゃくちゃ時間はかかりましたけど、スタミナカレーの、まあ、スタミナお肉部分ですね、ほぼ食べきりました。あとはこの通常のカレーとデザートのシフォンケーキと、ほんとね、このシフォンケーキはめちゃくちゃうまいんだけど、さっきは軽かったシフォンケーキが重そうに見えるよ。はい、もっとこれで700円ちょっと。このシフォンケーキさえ完食すれば1万円企画達成でございます。人のシフォンケーキを食べてね、有終の美を飾りましょう。おいしい、泣けるぐらい美味しい。うまそしたら長かった。マジでこの1枚企画、この一口でラストいただきます。うん、1枚目達成、ごちそうさまでした。ということでですね、本日は1万円企画を行ってきましたが、無事結果達成させていただきました。今回はですね、皆様に知らないようなパンチさんの美味しいメニューを紹介しようと思って、こういった企画をね、やったんですけれども、日本一1万円企画をやっちゃいけないファミレスかもしれない。本当にね、量に対して値段が安すぎるわ。だからね、本当に値段は安いのに、味のクオリティは変わらず美味しい。いやーもう、どの方がね、来ても満足できるような美味しいメニューばかりでございました。今回の動画では紹介できなかったメニューがたくさんあるんですけれども、気になった方はね、ぜひホームページの方からメニュー見れますので、そちらの方からですね、詳しいメニュー確認してみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もうね、ちょっとお腹いっぱいで喋れませんので、本日の動画はこの辺りで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、マジでごちそうさまでした。